めてやめて、そこだけやめて、そこだけやめてください。ゆうすけ的元気。どうもこんにちは。なんでこんなにテンションが高いかというと、じゃじゃん、買っちゃった。ドラゴンクエストメタリックモンスターズギャラリー。そうなんですよ、もう木買って手買って見えないみたいな、うん、そんな感じで買ってしまいました。ドラゴンクエストのメタルフィギュアでございます。アペン、ちゃんとこの梱包が違いますよね、その辺のフィギュアとは。よし、ドラゴンクエストのフィギュアのメタリックシリーズなんですけど、何を買ったというと、パカン、チャチャン、チャキャン、厳重に保管されてますね。キラーマシーン、じゃじゃん、かっこいい。でもうえい、キラーマシーンはね、ドラゴンクエスト2で初めて出てきたんですよ。こいつがね、もう最後のロンダルキアぐらいに出てくるんですよ、2のね。で多分ね、守備力がめっちゃ硬いんですよ。しかも2回攻撃、こいつでめちゃめちゃ苦戦するの。最後ハーゴの時倒しに行く時に、このキラーマシンめっちゃ腹立つのよ。でもね、めっちゃかっこいいよね。鳥山明のデザインの中でこいつはなかなかのパーフェクトな感じだと思う。ほら、でメタリックだから、こう分かる、このテカテカ感、これがさ出てきたらもうやばいよね。かっこいいよね。ほら下、こんな、あ、おすぎやエニックスって書いてる。すげえよ、これはかっこいいよ。このドラゴンクエストの中のモンスターの中で、やっぱりこのキラーマシンは名作っていうのかな、こう、まあ、敵なんですけどね。やっぱりこうガンダムとかね、ああいうのも敵のジオン軍にさ、かっこいいマシンあるじゃん。多分今こうちゃんが「うんうんうん」って言ってると思うけど、ガンダムもかっこいい、連邦軍もかっこいいんやけど、連邦軍のマシンは量産型になればなるほどちょっとダサいんですよ。でもザクのクオリティ並みに、この初期型だから、ドラクエも1、2、3ぐらいまで出てくるそのモンスターの中で、この生き物というかメタルの機械的なね相手っていうのがね、こいつなんですよ。これはでもほんとかっこいいよね。この刀といい、プラスチックじゃないです。この材質はなんでできてんだろうね。これ超合金みたいなもんかな。大きさ的にはそんなに手のひらに乗るぐらいなんで、これぐらい、この顔と比べるとこれぐらいのもんなんですけども、ドラクエは唯一やってないのはあれだけなんですよ。今の10ですか、オンラインになってるやつ、あれはやってないんですけど、それ以外のシリーズは一応やってるんですけど、これはキラーマシンで、その後も何回か出てくるんですよ、キラーマシンシリーズみたいなのがね。ちょっとこの辺だけ見るとドムっぽいけどね。こうドラゴンクエストメタリックモンスターズギャラリーということで、いろいろスライムとかさまよう鎧とかあるんですけども、ゴールドマンとか踊る宝石箱あったら、もしかしたらちょっと迷ったかもわかんないね。うん、踊る宝石箱やったら踊る宝石か、あとミミックとかね、宝箱系もあったらかっこよかったかなって、メタルシリーズもうほんまにね、2最近スマホでやってる人いるじゃない、多分。今ドラクエシリーズ結構スマホ版出たんで、スマホでまた古いのを1から2からやってる人も多いかと思うんですけども、これ今2やってましてね、ちょうど今3人ちょうど揃ったところなんですよ。まだこのキラーマシンに出会ってないんですが、まあサマルトリアの王子がですか、まああいつの無能さにはちょっとほとほとしてるんですけどね、あいつは中途半端すぎるんですよ。なかなかもうちょっとレベルが上がらないとね、あいつね。はい、というわけで、もうほんまのことを喋りましたが、ドラゴンクエストメタリックモンスターズギャラリー、キラーマシンでございました。チェキーン。それでは皆さん、さようなら。最高。ディディディーン。はい、ゆうすけ的元気ではチャンネル登録、コメント、高評価等々どんどん募集してます。コメントどんどん書いてある、ここをコメントこの下にね、下の方ね書いてください。リクエスト、質問、何でも受け付けますんで書いてくださいね。それから Twitter、アメブロ、Facebook、ツイキャス全て含めて、ゆうすけ的元気よろしくお願いいたします。じゃあ。